さあ、皆さんいかがお過ごしですか？冬になっておりますけれども、今日はですね、朝、我が家でも、外はね、氷が張りました。そんな中、まあ家の中でね、ちょっと増やしておりました、ミジンコをですね、まあちょっとね、リセットして、中身を変えていこうかなと思います。まあこれ、非常にね、増えたやつですね。こっち、あんまり増えてなかったので、まあ、この辺も全部ちょっと中身をね、内容、この培養液を変えていこうかなと思いますので、まあ、今ね、どんなもんいるのかっていうのをね、見ていきたいと思います。まあ、爆食君は、古いモデルのやつが入っております。まあ、リセットは、爆食君を使う場合のリセットは、まあ、したいときにしていただければ、かなというような気はしておりますけれども、これに入れていきます。いいよ。だいたいこれは1ヶ月ぐらい稼働してたやつですかね。なのでだいぶ堆積物なんかも多いのかなと。かなり目が細かいので、汚れも全然流れてきません。だいぶ汚れが。ちょっと見えないね。汚いね。でもかなりいるけど。口に入れちゃおう。あ、だいぶ流れちゃった。二人工。汚れもいるけど、めっちゃいます。はい。全部とりあえず出してみました。今、この辺にいるのが、タマミジンですね。まあ、そこの方にかなりいるかなと思います。まあ、こんなもんかな。冬はなかなか難しいところがあるけれども、これでもだいぶね、メダカにあげたり、いろんなことして、試したりして、結構ね、ヒーターで落ちてしまったり、いろんなことがありましたが、現状でも、まあこのぐらい今のところ、います。これをね、もうちょっとね、かなり増やしていきたいなと思うんですよね、爆食くんを使って。まあ今ね、ここに爆食くんとかあるんですけれども。まあこんな感じで汚れます。なのでね、この汚れを、まあ落としてもらえればいいかなとか。もう落とすのなんかもね、水かけるだけでも、もうかなり汚れは簡単に落ちます。周りをちょっとこうやってあげるだけで、全然落ちてくれますので、このクリアケースのサイズの場合だと、もうそのまま、買っていただいたら、即使えるっていう。
あと NV13 のボックスですよね。まあ、あれの場合でも、即使えるかなと思いますので。まあ、あれはどこなんかは、本当に、限られてるんで。こんなもんで、いいかなと思います。水洗い程度でも大丈夫なんで。こういう感じで、水が、ここから流し込むと、横から出てきて、ここから出てきて。あと、下からもね。下にも、水が大量に流れ落ちるという仕組みになって。まだまだね、ちょっと検証したいことはたくさんあるんだけど、そんなことしてると、なかなか皆さんの手元に届かないので、もうこのまま、この状態で十分動きますので。よし。もうこれで終わりです。洗いを。ほな、こんだけなんで。あと他のもね、洗っちゃいます。あとはですね、ここに元あったので、戻したいかなと思います。まだね、ここに1個増えてるのがあるので。まあ、これはそのままです。ちょっとね、三脚の高さが足りないので、この位置で取れないっていう状況です。はい、ある程度準備できたので、ミジンコを入れていきたいと思います。あとは、増えるかどうかは、あなた次第ということで。ある程度。はい。全部入れちゃいました。ということで。あとは、様子を見ていくかも。こんな感じです。じゃ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 んと。あとは、下。これが NV13。そして、8リッターバケツ。泡ブクブクになるんだ。これね。これだけなるのはキャップの構造が違うんでね。この構造はね、めちゃくちゃ泡が出るんで。まあ皆さんにお届けするのはこっちの構造なんで、泡出ませんので、そんなには。まあ後でね、その排出。だからこれすごい排出されちゃうんですよね。まあいいような悪いようなっていうような感じが。個人的にはしております。あとはここにですね、餌を入れていきます。オリジナルの餌を。シェイカーで混ぜてやらないと、ダマになって、ここに溜まるので。これを、もうこの辺は入れたんで。こいつに。はい、これで全部立ち上げが完了しました。
全部で上の段に5個あるけど、一番右だけは変えてないので、4つ。で、3つ。で、4つ。で、1つ。なので、4、3、4、1。ということは、12か。まあ、12個もリセットすると、ちょっとなかなか大変ですね。最後にですね、まあ、クロレラを入れました。まあ、とりあえず、ミジンコの数をなんとかね、まずは増やしておいてから、まあ、どういうふうな配合がベストなのかっていうのもね、いろいろと見ていきたいと思うんですけれども、まあ、こちらね、先ほどと上変えました。こっちの方がね、出てこないんで。あとはまあ、動きを見て、いろいろと加音とかはしてません。この、一番でかいやつだけ、加温して、今24.8度。中にヒーターなんですけれども、ケースの中に入れたので大丈夫かなと思います。ちょっとさっきね、ケースの蓋が開いてたんでね、閉めたんですけど、また勝手にもしかしたら開いてくるかもしれない。まあ、ミジンコの具合を見て、チェックしていきます。あとのところは、普通に置いてあるだけです。まあ、エアコンの暖房の風が、まあ当たる位置っていうところもありますが、まあ気温的な部分、水温的な部分は、上がるときで、まあ20度前後ぐらい。で、夜寝るときは暖房切ったりしてるので、それでだいたい13、4度ぐらいっていうような水温になります。まあそれできちんと回ってる状況の場合は、まあミジンコが全滅することは基本的にはないので。あとはまあこの餌の具合だけだよね。まあそれの具合が問題がなければ水質と OK であれば、基本的にミジンコは増えていきますので。これで増えそうであれば一番ベストかなと思っております。まあ爆食んで室内。まあそんなに匂いはね、まあ、ね、気になる人はちょっと気になるかなと思うんですけど、クロレラの匂い、生クロレラを買ったことがある人の、まあちょっと臭いなっていう感じだと少し匂いは、まあ立ち上げの時は残りますね、どうしてもね。まあ致し方がないかなとは思いますけれども、まあ慣れちゃえばそんなに気にならないです。僕もそんなに気にならないので。まあこんな感じで、まあちょっとね、様子を見て今後のミジンコの具合を見ていければと思いますので、またそのあたりもね、ご紹介をしながら、爆食くんの販売をね、そろそろ始めていきたいと思いますのでね、興味ある方はね、一度お試しいただければと思います。こんな感じで動いております。まあ、ここね、排出のホースつけてないので、結構ね、実際には音がするんですけれども、排出ホースをつけてあげれば、まあ、音はほとんどしません。排出されるのもね、そんなに多くないかなーっていう気はしますけれどもね。まあそんな感じで、室内でミジンコを増やすこと、冬でもできる。冬で増えれば、まあ当然シーズン中なんかは全然楽に増えるかなという気はしますのでね。まあちょっとね、こういう感じでできると思います。